カーは折り返し運転のため。はい、こんにちは、吉田です。現在いますのは神奈川県にあります箱根湯本駅前です。今回は箱根湯本からロマンスカーに乗車し、新宿を目指します。乗車しますロマンスカーは箱根湯本を出発すると5つの駅に停車する、ゆっくりと運行していく種別になりますので、のんびりとロマンスカーを楽しんでいきたいと思います。また今回箱根湯本駅で駅弁とお菓子を購入していますが、箱根湯本や小田原などでおすすめの駅弁の情報がありましたら、ぜひコメント欄にて教えていただけますと幸いです。それでは早速乗っていきましょう。エスカレーターを上がり、改札前にやってきました。この日は日曜日ということもあり、旅行帰りの方で駅も大変に賑わっています。こちらのお土産売り場でロマンスカーでいただくお弁当とお菓子を購入していきましょう。ということで購入が完了しました。続いてロマンスカーの切符を購入していきます。これ26号の、はい、はい、ありがとうございます。ロマンスカーのチケット手配も完了しまして、改札を通過していきます。目指すは新宿、1番線ホームからの出発です。ホームに降りますと、ちょうどよくロマンスカーが入線してきました。こちらは乗車予定のロマンスカーよりも1本先に出発するロマンスカーで、車両はエクセアルファです。吉田は13時56分発の箱根26号新宿行きに乗車します。そのため先ほど到着した箱根74号新宿行きと各駅停車小田原行きを見送ってから乗車となります。日曜日の午後の時間ということもあり、席もかなり埋まっていますね。先発のロマンスカーはドアが閉まりまして出発していきます。しばらくしまして各駅停車小田原行きもドアが閉まり、箱根湯本を出発します。こちらの各駅停車小田原行きが単線区間を越えてから、乗車予定の箱根26号新宿行きが到着となります。箱根湯本駅を出ますと、線路はすぐに単線となっています。箱根湯本駅のホームからは隣の国道1号線もよく見えます。今停車している茶色のバスや、右折してきたクリーム色と赤色のバス、エヴァンゲリオンカラーのバスなど、バスにも様々な車両がありますね。バスを眺めていますと、やってきました、ロマンスカーです。先に出発したロマンスカーと同じくエクセアルファの車両となっています。そして箱根湯本駅に入線します。清掃が行われ、座席の方向が入れ替わった後で乗車できるようになっていきます。車内では清掃が行われていますが、このように座席は一列違いで順番に自動反転をしていきます。そして清掃などの車内整備が終わりまして、ドアが開き乗車していきます。乗車しまして、ロマンスカーは早速箱根湯本を出発。次の停車駅、小田原を目指して進んでいきます。箱根湯本から小田原までは単線のため、ゆっくりと進んでいきます。肘掛けのところからテーブルを取り出していきます。そしていただきますのはオールフリー、ノンアルですがビール気分を味わっていきます。では視聴者の皆様、乾杯。くー
うまい。ノンアルとはいえビールの味がしっかりしていて気分が上がります。進行方向左側の景色は切り立った丘の感じですが、反対側の車窓は開けた温泉街や国道沿いの景色を眺めることができます。ロマンスカーは窓が大きく反対側からでも風景が楽しめますね。小田原駅が近づき、小田原箱根道路を眺めていますが、映像からはとても見えにくいのですが、その先には湘南の海も眺めることができています。そして東海道新幹線の線路の下をくぐりまして、大きく左にカーブを取りますと、間もなく小田原駅に到着です。箱根湯本を発着するロマンスカーは全ての種別が小田原駅に停車していきます。そしてロマンスカーは小田原を出発。改めて東海道新幹線の線路の下をくぐりまして、次の停車駅秦野を目指して進んでいきます。景色を眺めていると、奥には雪をかぶった富士山の様子を見ることができます。少し雲がかかっていますが、富士山の姿はとても雄大ですね。富士山とともにのどかな田園風景を眺めながら進んでいきます。ここで箱根湯本で購入しました駅弁をいただきます。今回いただきますのは箱根三六豚弁当。箱根の山で育てられた豚肉を使ったお弁当で、豚肉は甘だれのカルビとロース、そしてしぐれ煮の3種類の味を楽しむことができます。製造元は明治21年創業の老舗東華軒です。ではいただいていきます。まずはロースから。うまい。豚の旨味が口いっぱいに広がりますね。ではどんどん食べ進めていきましょう。豚肉にかかった甘だれがご飯にもかかっていて、これもまた美味しい。ご飯もどんどん進んでしまいます。付け合わせの漬物も箱根の食材を使っているそうです。こちらはとってもさっぱりしています。隣を流れる四十八瀬川を眺めながら、引き続きお弁当をいただいていきます。お弁当が美味しく、ノンアルビールもどんどん進みます。カルビもご飯との相性が抜群。駅弁はどうしても冷たい状態で食べるので、お肉は少し硬くなりますが、それでも食べにくいですとか筋が噛み切れないということは全くなく、美味しくいただけています。ロマンスカーは渋沢駅を通過し、間もなく停車駅の秦野です。そしてあっという間に駅弁を完食です。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。電車はスピードを落として秦野駅に到着です。小田原でも多くの方が乗車されましたが、秦野から乗車される方も多く、この時点ではほぼ満席のような状態でした。秦野を出発し、次の停車駅本厚木を目指し進んでいきます。沿線には自然豊かな景色と大きい戸建ての家が目につきますね。電車は伊勢原駅を通過します。乗車しています箱根26号は通過をしていきますが、特急の箱根号、相模号で1日10本の特急が伊勢原にも停車していきます。引き続きノンアルビールをすすり、景色を楽しみながら乗車をしていきます。景色はオフィスビルや大学が立ち並ぶようになり、到着しましたのは本厚木駅。本厚木駅は本来の厚木駅という由来からその名称となっています。ロマンスカーは本厚木駅を出発しますと、相模川を越えまして厚木駅を通過します。厚木駅は厚木市ではなく、お隣の海老名市にあります。先ほど停車した本厚木駅は厚木市にある本来の厚木駅ということで、本厚木と名付けられたとか。海老名車両基地を横目に、電車はゆっくりとスピードを落とし、間もなく到着しますのは相模大野駅です。こちらの相模大野駅で片瀬江ノ島方面からやってきます江ノ島26号新宿行きと連結を行います。何度か停止をしまして、間もなく連結です。無事連結が完了しまして、相模大野を出発。
次の停車駅新百合ヶ丘を目指して進んでいきます。神奈川県との境目になっている境川を渡りまして、東京都にあります町田駅を通過していきます。町田駅のホームでは電車待ちをしている方がかなり多いですが、こちらの江ノ島26号箱根26号については通過をしていきます。そして箱根湯本で購入しましたお菓子をいただきます。こちらのグランリビエール箱根の箱根ラスクをいただきたいと思います。グランリビエール箱根とは箱根の仙石エリアにあります大人気のラスク専門店となります。サクサクで美味しいラスクとのことですので、いただいていきたいと思います。食べてみますと、とても軽い感じで食べやすく、それでいてバターの香りもしっかりしていて、とても美味しいです。そして早くも2枚目に手が伸びてしまいます。いやー本当に美味しい。群馬県にガトーフェスタ原田というお店のラスクがお土産としても大人気で、何度か食べたことがあるのですが、その原田のラスクよりも少し薄焼きでサクッといただける感じがします。いつか群馬にも行ってその原田のラスクもご紹介したいと思います。ということで、ロマンスカーはゆっくりとスピードを落とし新百合ヶ丘に到着。町田駅通過の際は東京都に入っていましたが、改めて神奈川県に入りまして、新百合ヶ丘は川崎市麻生区にあります。新百合ヶ丘を出発するとしばらく神奈川県川崎市を走行していきます。次の停車駅は終点の新宿です。ロマンスカーは上戸駅を通過します。見えにくいですが、上戸駅では駅名標など至る所にドラえもんのデザインが採用されています。上戸駅を通過しますと多摩川を渡りまして、再度東京都に入っていきます。そして3枚目の箱根ラスクに手を伸ばします。いやほんとこれ美味しいですね。そしてロマンスカーは地下を走行していきます。おそらく下北沢付近かと思いますので、もう間もなくで新宿に到着です。地上に出まして代々木上原を通過していきますが、まだラスクを食べ続けます。これで4枚目ですが、ほんと美味しく手が止まらないですね。とはいえこちらのラスクは1つで8枚入り、残りは妻へのお土産として取っておきたいと思います。ということで、ノンアルビールも飲み切りまして降りる準備をしていきます。そしてロマンスカーは終点の新宿に到着です。箱根湯本を出発して約1時間半で新宿にやってくることができました。やはり特急電車は速くて快適ですね。今回は箱根湯本から新宿まで箱根ロマンスカーに乗車し、のんびり景色を楽しみながらお弁当やラスクといった箱根のお土産グルメを満喫することができました。ぜひロマンスカー乗車気分を一緒に味わっていただけましたら嬉しい限りです。今回ご紹介したお弁当とラスクの情報は概要欄に記載していますので、ぜひ今後の箱根旅の参考にしていただけますと幸いです。引き続き全国の観光地、グルメ、鉄道などの情報を発信していきたいと思いますので、ぜひ高評価やチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。